カルティベーターへようこそ。スポーツ文化ジャーナリスト宮島靖子です。今日は皆さんにぜひ3つお伝えしたいなと思っています。その一つは急なんですが、今晩6時から BS 朝日でザ・インタビュートップランナーの肖像という番組があるんですが、ここで私、加藤茶さんにインタビューをしております。こちらをぜひご覧いただければと思っています。今年に入ってからですね、中村芽衣子さん、それから中尾美恵さん、水前寺清子さん、そして加藤茶さんと、もうなんか大物の方にインタビューをする機会をいただいているんですけれども、いろんな方が出たり入ったりされる芸能界で長年ずっと自分の地位を築いてこられた方っていうのはなんか違うものを持ってらっしゃいますよね。でそれはなんかこうチャーミングっていうんですかね、例えば私聞き手なわけですけれども、すっと心でなんとなく気配りをしてサポートをしながらもご自分のことを話すみたいな、多分なんかね、心と心のこうパイプみたいなもの、見えないパイプみたいなものを作りになるのがすごく皆さんお上手なんですよね。ぜひ加藤茶さんご覧ください。さて2つ目です。実は今新体操いろいろと動画アップしておりまして、多くの方にご覧いただいているんですけれども、この新体操の指導者の一人でもある秋山恵里香さん、こちらをですねウェブサイトの方のカルティベータでアップしております。秋山恵里香さんの指導方法、チームをまとめてこう物事をバッと一つの方向に進めていく、その指導方法なかなか素敵だなと思っておりますので、ウェブカルティベータの方もぜひご覧いただければなと思っています。さあそして3つ目です。これはですね、スタディートークというのを行っております。今お伝えした秋山恵里香さんも前回スタディートークでお話をいただいたんですが、11月は15日の日曜日夜8時から9時半まで、あのソフトボールの宇津木妙子さんにご登壇いただきます。まあ、宇津木さんといえばシドニーオリンピック、それからその次のアテネオリンピックでソフトボールにメダルをもたらしたコーチとして有名ですけれども、やっぱり心がねすごく温かいホットなんですよね。ホットまで行っちゃいますね。その宇津木さんのお話毎回聞くたびに私はこの辺がうるうるしちゃうんですけれども、ぜひお聞きいただきたいなと思っています。お申し込みはウェブカルティベータから、ぜひカルティベータで検索してください。ということで今日はお知らせだけだったんですけれども、なんかこのところいろんな方にお話を聞くことで自分自身が本当に一冊の本を読んだように豊かな気持ちになれることが多いので、皆さんにもちょっとシェアしたいと思ってお伝えしました。今日もすっぴん宮島でした。